キンプリ平野市要が隠していた秘密とは岸ユータからは、バカ、と言われていた件。キング・アンドスの冠番組、キング・アンドプスル。日本テレビ系の2月4日放送会ではメンバーが秘密にしていたことが明らかになりました。この回では、キンプルファイブというミッションに5人のメンバーが挑戦しました。 彼らは合計550デシベルを目指す大声チャレンジに挑戦しました。個々の目標は110デシベルであり、これは車のクラクションの音量に匹敵すると言われています。叫ぶテーマはメンバーに秘密にしていることとなりました。最初に挑戦したのは流瀬角でマイクの前でニヤニヤしながら騎士さんのタンプレ使ってませんと叫びました。 この予想外の発言に岸優ユタは驚き、長瀬は116デシベルを記録しました。長瀬がプレゼントとして用意したのは首にかける携帯ケースでしたが、彼はまだ使っていないと語りました。マックの劇団一人が、どこに置いてあるのと尋ねると長瀬は部屋の奥にあると答えました。岸は苦笑いしながら怒りが声量に反映されそうですね。 とコメントしました。次に登場した平野市要は同級生の友達に間違って騎士くんの全裸の写真を送ってしまったことがありますよう。と暴露しました。彼は 99.8db を記録しましたが騎士は平野よりも大きな声でバカと叫んでいました。その後高橋山は声を出そうと思えばできる気がすると話していました。 彼は昨年2月27日の同番組で桃引きを引っ張り合う企画を行った際に足切れいって言われたくて桃の毛を剃っていましたと告白し 125.6db を記録しました。また神宮寺雄太は身長1 7 5センチって言っているけど実際は1 7 4 5ンチしかありません。と叫び 111.2db でした。 最後に登場した騎士は、角、仕様、神宮寺と一緒にお風呂でおしっこしたことがあります。と明石 111.2db を記録しました。目標の合計 550dB は達成しましたが、メンバーは驚きのあまり、最低、最悪、あり得ない、と口々に言っていました。騎士によると、最初にお風呂でおしっこをしたのは仕様の家だったそうです。 これを聞いた平野は苦笑いしながら、俺の家で快感を覚えている。とコメントしました。一方、騎士はメンバーだからこそ、と言い訳し、他のジャニーズタレントの家ではしないと話しました。高橋の家にはまだ行ったことがないと述べると、高橋は騎士の襲撃を恐れて、怖い。と言っていました。この放送に対してネット上では、暴露のレベルが尋常じゃない。 秘密の暴露が小学生みたいだった、笑いく縮、インお風呂でおしっこはやばいといった声が集まっていました。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。